さあ始まりましたカッサンチャンネルです。今日はですね、明日ちょっとプレーオープンってわけでもないんですけども、ちょっとにぎやかしで今あるカッサンチャンネルの在庫をですね、格安で販売しようという譲渡会を、現状譲渡会をやろうかなと思ってるんですけども、これが新しいカッサンチャンネルの新店舗です。じゃーん、これが新店舗です。こういうロケーションなんですけど、メイン通りに面しております。目印はこの自動販売機ですね、はい、こんな感じ。間口広いですね。で、とりあえずその、現状譲渡会ですね、ちょっとお祭りモードにしようと思って、頑張ってかき集めました。27ディオ、35レッツホーディオ、リード、ビーノで、これが34、35レッツ、あと鈴木 ZZ レッツ、ディオ35レッツ、ディオ、もうレッツとディオがめっちゃ多いですけどね。あそこにアプリはありますけどね。あとガンマ50ウォルターウルフね。27レッツ、まあレッツとディオが圧倒的に多いんですけど、はい。普通にエンジンかかるやつもあったりなんかしますし、はい、普通に走るやつもある。でも基本的にはこのリードもエンジンかかりますよ。全然エンジンかかる。懐かしのこういうね、見てください、ゴージャスなやつ、はい、ビーナもありますね、はい。後ろから見たらこんな感じですね。たくさんありますね、はい。ということで、宣伝とかでもないんですけど、とりあえずはですね、ちょっとそういうことをやっていくよっていう景気づけにですね、明日金曜日、ちょっと昼過ぎから夕方ぐらいまでここで欲しい人どうぞみたいな感じでやろうとは思ってるんですけども、その告知を、ジモティとかで、やります。今日の夕方ぐらいかな。多分めっちゃ問い合わせ来ると思うんで、基本早くまとめて持って帰ってくれる人を優先しようと思ってるんで、なくなるかもしれないんでですね、問い合わせはジモティか、そうですね、 YouTube のこれのコメントにしてください。まだあるとかないとかね、返信したいと思いますんで、ちょっと限られた時間だけなんですけども、ちょっと近隣を紹介したいと思います。この店舗の裏がですね、この豊農町の中でもですね、一応商業地域になってまして、ああいうね、ほら塾があったり、マッサージがあったり、散髪屋さんがあったり、ね、リフォームのお店があったり、ね、たここスーパーがあったりみたいな。そうそう、もともとね、ここね、お酒屋さんなんですよ。そこを借りてるっていうね。裏側はですね、お酒屋さんであったりとかですね、本当はここも借りれたんですけどね、ちょっとタイミングが合わなくて、でここにはスーパーがあるみたいな。ここスーパーあります。生活クラブコープ希望が丘店、これがめちゃくちゃ便利です。何でも売ってます。そうそう、実はこのタイヤ交換日高さんっていうのがあるんですね。そう、車屋さんみたいなやってるところもあるんですよ。今ここですね。今ここです。現在地ここです。バス。普通にバスも通ってます。はい。こんな感じですかね。はい。ヨノコンから来たらここにこういう風に出ると思うんですけども、こういう感じです。はい。お酒もタバコも売ってます。喫煙所もあります。はい。ここにもね、ここにもバイク置けるんで、ゆくゆく。はい。だからちょっとどのぐらいアクションがあるか分かんないですけど、頑張ってみたいと思います。上田オートセンターさんから昔カーナもらったことがあって挨拶に行ったんですけど、今ちょっと出てはるっていうことで、こうやってでもね、改めてこうやってこういうとこ見たらね、いっぱいこう倉庫とかね、店舗とかあるんですけどね、稼働してないんで貸してくれるかなと思うじゃないですか。なかなか難しい。あそこも倉庫いっぱいあるしね、場所が。なかなか難しいっていうね。
でもまあここら辺の人になるんで、これからちょっと今度もう一回ちゃんと上田オートさん、オートセンターのお兄さんにもう一度会って詳しくいろんな話を聞きたいと、挨拶したいと思います。今日は会えなくて残念で、まあいわゆる今までは表面のヨノコンしか知らなかったですけど、さらに奥深くヨノコンをですねくまなく調べてですね、もっと発信していきたいなと思ってます。はい、実は前回ちょっと希望が丘の端っこっていう、はい、ところをずっとちょっと実は探ってたんですけど、結構面白かったです。はい、トゥルーマンショーっていう映画皆さん見たことあるでしょうか。こうなんかね、一人の男が限られた世界の中でなんかその男は現実やと思ってたんですけど、実はテレビと作られた世界の中で、まあ、その人がいろんな人に、まあ、一つのなんていうかな、番組として見られてたみたいなオチの映画があるんですけどね。だからもう何て言うかな、この世界は限られてるわけですよ本当は。だから船でバーって行くと、船のなんかこう壁みたいなところでバーってぶつかってドアが開いて、なんか飲まれ騙されてたみたいな、メカゾーン2-3とかでもちょっと通じるようなところもあるんですけど、そういうこう閉ざされた世界の話なんですけど、本当にね、希望が丘っていうその何て言うかな、空間もちょっと似てて、なんか希望が丘からこう脱出したいルートは2つあるんですけど、大きいメインルートが、まあそれは入ってくるところなんですよね。それ以外でなんとか希望が丘を脱出したい、希望が丘の端っこはどこだってなってもなかなかこう脱出できへんように、ね、作られてるんですよ。そのなんか希望が丘の端っこはどこなんだみたいな探検はめちゃくちゃ面白かったですね。それでは、走って
てく。年齢的にはちょっときつい。夢見る少年ではいられない。昔の自慢を持ち出して、若い頃の思い出語り始めたら、いけてない。とにかくバイクの関連動画、間違いテレビ測定評価、困ったらネジザウルスで回す。